リブン、ザ・シークエル・トゥ・ミスト、97年、シアン、どうも、アラヤンです。前回は、ゲーンをついに牢獄の本に閉じ込めて、その後、ゲーンの日誌を朗読する時間がすごく長かった、その後ですね。ついにキャサリンを助ける時がやってきましたよ。この牢獄の島にキャサリンが閉じ込められてるはずなんで、今回はここから、キャサリンを救出したいと思います。牢獄の島っていうだけあって、すごい鉄の塊な雰囲気がしますね。これはなんだ？エレベーターだけど、なんかこの装置を動かすっぽいな。これはゲーンのオフィスの地下で聞いたオルゴールの音ですね。順番でいくと、これ、これ、こう、こう、こうかな。どうですか？ OK、動いたぞ。エレベーターが上に進んでいく。ここにキャサリンが閉じ込められてんのかな？これがキャサリンか。すぐにやらなければゲーンの手下たちが気づいたようよ。モエディたちと一度戻ってもう一度仲間を集めるわ。本を見せて。やったわね。私たちはとうとう自由よ。貸しとけよ。でもまだ手下たちが残っているわ。ゲーンがいなくなったことを知ったらどうするかしら。まず村の人たちをできるだけ早く安全なところへ連れて行かなければ。あなたはテンプルアイランドに引き返してもう一度裂け目を開けてちょうだい。危険だけれどそれしか方法がないわ。私も後からそっちへ向かう。でも私を待っていてはダメ。忘れないで、入り口のコードナンバーは私の日誌に書いてあるわ。頑張って。ちゃんとメモってますよ。ちゃんとメモってるけど、どこ行くの？キャサリンダッシュでどっか行っちゃいましたけど、村人を集めに行ったのかな。一緒に行動すりゃいいと思いますけどね。あれ、動けないぞ。あ、動けるようになりました。ロードが長すぎてびっくりしたな。キャサリンを助けたから、あとはアトラスにこのことを知らせに行くんですかね。何か合図をしろって言ってましたけど、どうやって合図すんのかな。とりあえず行けるところはこのドームだけだから、まずはドーム止めますか。スコープ覗いて。えらく中途半端なところですね。こうか。ちょっとタイミング失敗したっぽいな。OK。オープン。ここのドームから接続できるのはゲーンのオフィスだけかな。第233時代だけしか行けないんでしょうかね。またここをオープンするぞ。19、18、13、10で3ですね。オープン。
とはキャサリンの西に乗っていたパスコードを使って一番初めに接続した島、これは233時台へ行くためのものですけど、一番最初に接続した島に行って、あそこの覗き窓の下のマンホールの蓋を開くのかな、あそこから星の裂け目につながってるって言ってましたからね。最後に解除するのはあそこのパスコードっぽい。さあ接続するぞ、ゲーンのオフィスへ。戻ってきましたよ、ゲーンのオフィス。なぜかまた牢に閉じ込められてますけどこのボタンを押したら解除できるかな。何の反応もないですねこれはまずい。そうか、本にはアクセスできるから。どの形の模様が入ってる島でしたっけ。これだったかな。あれ、破れてる。これじゃないのか。これは違うんですよね。これかこっちか、どっちかですね。あれ、これも破れてんぞ。ということはこれも違う。もしかして目的の島以外は全部破られてんのかな。これはでも牢獄の島につながってるやつでしょ。多分これだと思うんだけど、こっちは違うと思うんですけどね。これはどうだ。これも破られてますね。ってことはやっぱりこれかな。お、まだ接続できそう。これは一番最初に接続した島で間違いなさそうですね。この橋の感じ間違いない。ここに接続しましょう。さあ戻ってきましたよ。さっきのゲーンのオフィスでまた牢が閉まってたりとか本が破られてたりしたのは、ゲーンの手下たちが気づいて行ったことなのかな。どうしてこの時代への接続書だけは破らなかったんでしょうね。不思議ですね。ここにゲーンの手下たちが行ったからかな。とりあえずはスタート地点のところに戻っていくのが目標って感じかね。エレベーターが上に上がってたってことは、キャサリンかゲーンの手下かどっちかがここを通ったってことで間違いなさそうですね。さあ、あとはスタート地点の装置、あそこに動力は一番最初の動画で送り込んでたはずなので、暗証番号さえ合えば、パスコードさえ合えば、あとは起動するはずだから、あの装置のところに向かって起動させましょう。星の裂け目に、星の裂け目との入り口を塞いでるものだったんですよね。あそこからだったらアトラスに連絡できそうですよね。あれ、ここの通路も塞がれてる。めんどくさいことやってくれんな大した時間稼ぎにはならないと思うけど。じゃあこっちのこの橋を下げて、
OK。回転する部屋がこっち側に扉を開いてますね。そのまま通っていけるのか。そのまま通り抜けられるのが、あ、そうですね、スタート地点に続く道っぽい。じゃあこっちに抜けて、こっち側だったかな。久しぶりにやってきましたね、スタート地点。ここのこの装置、一番最初に何をしたらいいのか全然分かんなかったこの装置ですね。こいつに動力が来てるはずなので、どうすんだろう、覗き窓を覗いたらいいのかな。あ、でも真っ白のままですね。これはもしかして真っ白なのは蓋が閉まってるからなのか。この入り口の下を観測する窓がこれってこと。じゃあこの暗証番号を解けばいいってことですね。さあ、前にメモってた数字は34253なんですよね。左からでいいのかな、左から数えていいのかな。34253。どうだ、開いた。これが星の裂け目で、この中に飛び込むわけじゃないですよね。ここから覗けばいいんだと思うんだけどな。あ、星が映ってるぞ。あれ、特にこの中を覗いてるだけっぽいね。何すんだ。この中に飛び込むってことか。でも蓋がされてて中には入れなさそうですね。さあ、どうすんだろう。何もできないですね。なんかこの辺でなんかできることがあるのか。そういうわけでもない。こいつが間違ってるとかある。これはでも動力締めちゃってるっぽいよな。なんてことはないですね。さあ、どうしよう。何をどうしたらいいんだ。何か変な音がしましたけど、何の音だったんだ。何の音だったんでしょうね。こいつを押せばなんか下がっていくぞ。ボタンを押したら下がっていく。どんどん下がっていきますね。中に見える内容は何か変わってんのかな。特に見えてるものは一緒ですね。じゃあこのままこの観測器みたいなやつをここの蓋にぶつけて星の裂け目を割っちゃえばいいのか。もうちょっと行け、もう一回。あれ、行かないぞ。これ以上は行かないってことですか。これ以上は下がらなさそうですね。完全に設置してますもんね。あ、ここからははっきりと見えるようになりましたけど、星々が。でもどうなんでしょう、アトラスに何か合図が届いてるとは思えないんですけどね。お、なんかあるぞ。なんか発見。これなんだ。
あーなんかストッパーっぽい今の。この位置より下に行かないように止めてやるものっぽいですね。あれを外したんで、この状態でボタンをもう一回押せばぶち割れるんじゃないか。急にディスク声入れ替え。エンディングっぽいね。これでついに星の裂け目の中に観測器をぶち込んでアトラスに合図が送れるんでしょうか。いった、割れたぞ。お、やばいやばい、めっちゃ吸い込まれてる。こんな感じになんの。あらら、よく主人公はここに立ってられんな。完全に世界が崩れていってるじゃないですか。大丈夫なのかこれは。あ、もしかしてアトラス？アトラスがやってきたぞ。もう時間がない。キャサリンはどこなんだ？そして本は？アトラス！ついに再会しましたね。キャサリンはどこに行ってたんでしょう。みんなレベルの時代に行ったわ。もう大丈夫よ。レベルの時代。ありがとう。私からも礼を言うよ。期待していた以上の大成功だ。君のおかげだ。私に人生を取り戻してくれたのだ。さあ、私たちの道はここに。みんなで戻ろうぜ。あんな風に消えていくんですね。さあ、ここでお別れだ。またきっといつか会おう。私がどこにいるかは分からない。ん？ちょっと待って。さようなら。私はどうすんの？そこで消えていったら星の裂け目に本が落ちるんじゃないのか。あー、じゃなくて私はどうすんですか。いや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 、ゲーンの実験と同じように星の裂け目に投げ出されちゃいましたよ。どうすんのさ。今私は全てを理解した。始まりと終わりはいつも裂け目の中にあるのだ。リブンを分断した星の裂け目は隔てる壁でもあり、つなぐ橋でもあったのだ。そしてどのようにしてかはわからないが、ミストの本はおびただしい星々の流れによってかけがえのない友人のもとへ届けられた。今確かに安全に帰途へついている友人のもとへ。リブンの時代は永遠に幕を閉じたが、人々は自由を手に入れ、そして私にもとうとう休息が訪れた。本のこと、時代のこと、そして本当の終わりは決して本に書かれることはないのだということを考えながら。今のエピローグはどういうこと？ミストの書が私の手元にやってきたってことかな。友人っていうのは私のことですよね。じゃあ私はミストの時代に戻っていったってことなのか。そこからまたアトラスのいた書斎の世界に戻っていったってこと。さっきあの本に一緒に接続させてくれたらよかったんじゃないのか。どういうことなんでしょう。キャサリンが言ってたレベルの時代っていうところ、そこに一緒に連れて行ってくれたらよかったのにな。キャサリンとアトラスはそのレベルの時代に行ったんじゃないのかな。あのアトラスが本をずっと執筆してた書斎だけの世界に戻っていったのか。どういう感じなんでしょうね。結局最後どうなったのかがよくわからないままエンディングに突入しちゃってますけど。いや、せっかく頑張ってゲーンを牢獄の本に閉じ込めてですよ。一時的にとはいえ、牢獄の本の中に自分が閉じ込められたこともあったわけですよ。ゲーンをおびき寄せるためにね。そこまで苦労して頑張ってゲーンを閉じ込めて、キャサリンも助けて、アトラスに知らせんのも苦労してやったのに、一緒に連れて帰ってくれなくて星の裂け目に投げ出されるってどういうことですか。そんな終わり方あります？ショックだわ。アトラス、助けてくれよ。3人で帰ろうよ。なんで私だけほったらかしにするのよ。い
や悲しいな。アトラスとキャサリンとは仲間だと思ってたんですけどね。おかしい、おかしいわ。はい、まあとはいえリブンね、ミスト2、リブンザ・シークエルトゥ・ミスト、ついにクリアしましたね。初見でやった時は本当にクリアするまですんごい時間かかったんですけど、これ多分何周目ぐらいなんでしょうかね。多分4回目か5回目私プレイするんだと思うんですけど、やっぱり謎解きの中の一部覚えてるところとかがあったりとかして、クリアするのにすごい時間がかかるって感じじゃなかったですね。あんまりどうしても進めなくて詰まるっていうところもなかったですし、いい感じに進んできたんじゃないでしょうか。とりあえず日誌の朗読はすごい時間かかっちゃいましたけど、謎解きはそんなに時間かからずねクリアしていけたんじゃないかなと思います。それからこのリブンなんですけど、まあ、ミストシリーズっていうのかな、続編がまたコンシューマー機で3も PS2 で出てましてですね、イグザイルっていうんですけど、そっちもぜひやっていきたいなと思うんですよね。リブン4、リブン5、それから他にもシリーズあるんですけど、リブン4とか5は PC 版でしか発売されてないのかな。確か日本語対応はしてたと思うんですけど、私は4以降はやったことがなくて、とりあえず3までですかね。ここまではプレイしていきたいなと思うんですが、スペシャルサンクス to everyone who played Mist Riven Exist because of you、 ありがとうございました。はい、これでエンディング終了で、この画面からもう切り替わらないってことでいいのかな。そんな感じがしますね。はい、何回かにわたってやってきたリブンなんですけども、楽しんでいただけましたでしょうかね。あんまりこう動きのないゲームなので、プレイ動画としてやるのもどうかと思うんですが、はい、完全に私の趣味ですよね。私がやりたいからやってるっていう、ただそれだけのプレイ動画な気がします。はい、ということで、まあこの続編、リブンの続編エグザイルもまたぜひ次の機会でやっていきたいと思うんですが、今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。